車で遊ぶポメラニアン犬と猫飼育されているペットのの種類の1位と2位ベッッドで眠る猫ペットとは、愛玩を目的として飼育される動物である。ペットは、人の心を和ませたり楽しませてくれたりするといった理由で飼われる動物である。人は、ペットとの様々なやりとりを楽しんだり、その姿や仕草、鳴き声などを鑑賞したりする。 ペットは生命を持った動物で物ではない。故に飼い主はペットが健康で快適に暮らせるよう栄養や環境など様々なことに配慮してペットのために餌や使用施設を用意するなど世話をする必要がある。ペットの歴史は古く猫は古代エジプトの時代から現在のペットのような位置づけやネズミの駆除などの実用目的で飼われていたことが 推測されている。また、犬に関しても太鼓から実用と愛玩目的も兼ねて飼われていたことが推測されている。ペットの入手方法はペットショップで購入する以外にも様々な方法がある。ペットは人の人生の質の向上に貢献する。ペットは人を癒し孤独感を解消する。さらに、 思いやりの心などが育つなどの上層教育の効果もあるとされる。ペットがもたらすメリット参照。ただし、ペットの飼育には責任が伴う。それらを理解しないと、近隣や周囲の人々に迷惑を及ぼし、またペットそのものに害を及ぼすこともある。ペットにまつわる諸問題参照。動物虐待の防止や公衆衛生の観点から、 ペットの取り扱いを規定する法律がある。日本では、動物の愛護及び管理に関する法律や、狂犬病予防法などの法令がある。各国におけるペット関連規制参照。なお、ペットは、基本的に人間が愛玩の対象とし飼育する、動物を指す語である。しかし、一部の霊長類などのある程度高度な知性、情動が、 その行動に感じられる動物では、異種の動物の特定の個体に対し、愛着を感じさせる行動を見せることがある。手話を理解したゴリラのここは、自身の欲求として、子猫を飼いたいと表明し、愛着を持って世話をした。さらには、この猫が、交通事故に遭って死んだ際には、深い悲しみを訴え泣いたことが伝えられている。愛眼動物とは、一般に、 愛岩用に家庭などで飼育されている動物のうち、特に愛岩飼育を目的として、改良、繁殖が行われてきた動物種のことを言う。愛岩動物は、従来からの愛岩動物、学校飼育動物、エキゾチックペットなどに分類される。人々の動物に対する接し方が、より細やかで密接になる傾向を反映して、ペットという概念に代わって、伴侶動物や、 コンパニオンアニマルという概念も普及してきている。以下では一部に家畜の歴史も含めて解説する。レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた白点を抱く貴婦人のように古くから様々な生物が人間に飼育されてきた。太古のペットは野生動物を捕獲したものである。人間が太古からペットを飼っていた証拠はいずれの大陸からも発見される。 最古の痕跡は3万前の石器時代の遺跡にあるホラーナグマの飼育跡である。ただし、狩猟で捕獲したものを一時的に生きたまま保管したのか、継続的に餌を与えて飼っていたのかは不明である。ペットとして手当たり次第に飼い始めた野生動物の中から家畜として有用なものが見出されたと考えられる。 狼の家畜化が3万年から1万5千年前から行われ、狩猟の際の助けとして用いられた。イカ、トナカイ、羊、イノシシ、ヤギ、牛、ニワトリハト、ウマ、ラクダなどが家畜として飼育されるようになった。また、農耕の始まりとともに、害獣となるネズミなどを駆除してくれる猫やイタチのような、小型肉食獣が珍重されるようになった。 上述の通りペットの歴史は家畜に先行していると考えられるが明確に愛玩動物として飼育された最初の例として資料が残っているのは5000年前の古代エジプトのピューマである南米のインディオはインコやサルを飼っていた人間の飼育下で繁殖させたペットが普及するのは家畜が定着するよりも後である狩猟目的の犬 外獣駆除目的の猫など、実用目的の家畜だったものが、その目的で飼われなくなって、以降も人間に飼われるようになった。それらが、人間の飼育下で繁殖したペットの最初となる。ただし、どの段階で実用でなくなったのか明確な、境界線を引くのは困難である。日本における鶏のように、食のタブーで一旦は、ペットとされたものが、 再び食用の家畜へと変遷した例もある。特に犬の場合は、はっきりした主従関係を好む習性から、家族の一員として扱われた歴史が長いとされる。石器時代における犬の糞墓も発見されている。その一方で、所有物という概念もあったようで、巡視によって飼い主と共に埋葬されたと思われるケースも見られる。欧米では、 古来から現代まで王侯貴族や歴代大統領から一般市民の間で愛瓦用、護衛用、狩猟用などとして飼われている。ジェームズ2世、イングランド王やアメリカ合衆国大統領、クーリッジなど多数の愛犬家がいる。古代エジプトでは猫科の動物は今日のペットに近い存在であったとされる。それらは神格化されたせいもあって、 高貴な身分にふさわしい愛顔動物として扱われた。丁寧に埋葬された猫のミイラも発見されており、同時代における、同種動物の地位が、いかに高かったかを感じさせる。また、農耕文化にも関連して、猫やイタチ、キツネのような小型動物を捕食する、肉食獣を、穀物を食害から守る、液獣として珍重していた文化が、世界各地に見出されている。 今日のアメリカ合衆国でも、なやに住みつく猫を、バーンキャットと呼び沈徴するなどの風習が見られる。今日ペットは、心を癒したり、あるいは愛願されたり、共生したりするなど、様々な面を持つ。ペットは、家族同様の存在やパートナー、仲間として、人の暮らしに密接に関わる。現代の日本の二人以上の世帯では48、48%の世帯が、 何かしらのペットを飼っているという調査結果がある。日本の2010年における飼育ペットの割合は、犬59%、猫31%、魚類19%、鳥類6%である。動物を尊重する人々の中には、言葉の用法に人間との同一子が見られることがある。例えば、ペットの性別を、オス、メスではなく、男の子。 女の子と呼んだり、餌をやるではなく、食事をあげると表現したりする。中にはペットに遺産を残したいと望み、負担不依存、負担不信増与や遺言信託の形式をとる場合もある。2015年のペット飼育率調査によると、世界でペットとして飼育されている動物は、犬が33%、猫が23%、魚が12%、 鳥が6%だった。ペットフード協会によれば、日本での推定飼育数は、1994年の犬は906万7000匹、猫は717万8000匹である。犬のピークは2008年の1310万匹で、その後、減少傾向にある。2017年に猫が犬を追い抜いた。2018年の犬は890万3000匹。 猫は964万9000匹である。ペットフード協会の2015年検討猫の飼育実態調査結果によると、日本で飼育されている犬の平均寿命は14.85歳、猫の平均寿命は15.75歳で、寿命は毎年伸びる傾向にある。2015年のペット飼育率調査によると、 世界で最もペットが飼育されている地域は中南米で最も飼育率の低かった地域はアジアとされている。ハムスターモルモットウサギセキセイ,インコネッタイ魚などを水槽で飼う霊金魚カブトムシペットをその性質に即した飼い方がなされていない場合も少なくはない。例えば肉食性の動物に菜食主義者の飼い主が野菜を主体とした餌を与えて 適切な消化酵素を持たないこれら肉食のペットが健康被害を受ける場合も見られる。中には変色となる餌を与えてしまう飼い主がおり、結果として糖尿病など人間の生活習慣病的症状で動物病院に通院するペットがいる。よく懐いている犬の場合、飼い主が与えた餌を食べると飼い主が喜ぶことを犬が理解して、 満腹であっても飼い主を喜ばせようと餌を食べる場合が見られる。これらの犬は、肥満に陥ったり、肥満が引き起こす健康被害を受けたりすることもあると、される。また、過度に愛がされた結果として、神経性の円形脱毛症や胃潰瘍に陥る、ペットもいる。また、飼い主が、自分のストレス解消や、鬱憤晴らしに行う。 動物虐待の被害を受ける場合もある。段のみ、段を、生体切除、牙の抜死、爪除去などがある。ドイツでは、脊椎動物について、麻酔なしの手術、舌や、臓器の摘出を原則禁止としている。人間の都合による段のみ、段を、生体切除、牙の抜死、爪除去は、動物虐待に当たるとする考えもある。 インドのムンバイにあるクロフォードマーケットのペットやペットの入手方法はペットショップで購入する上都会で入手する友人、知人から譲り受ける屋外で拾うなどの方法がある日本では公共の動物収容施設が犬や猫の新しい飼い主を募集しているアメリカでは25州で8週年未満の子犬の販売に規制がある日本では 生後56日以内の販売が禁止される。一方、専門家の間では、生後49日が妥当とされている。ペットショップや繁殖業者に対しては、動物福祉の観点から、飼育環境や業態そのものに対して、批判や規制が向けられることもある。日本の環境省は2021年6月、犬、猫について、刑事の広さや、 従業員一人当たりの管理等数、メスの後輩上限年齢に数値基準を設けた使用管理基準省例を施行した。環境省は動物の命に配慮し、ペットを迎える際には譲渡という選択肢を考えてほしいと広報している。フランスでは2021年11月18日に制定した動物愛護法で、 ペットショップでの犬、猫の販売が2024年1月以降は禁止される。各国のペット関連規制も参照。日本で最近、ペットショップがペットを販売せず、ペット関連商品の販売だけで利益を上げ、保護ペット上渡に舵事を切る動きもある。ペットを飼うことで、癒し、孤独の解消、思いやりの心が育まれるといった実利が得られる。研究からも、 ペットが子供の健全な心を育てることが判明している。子供は自分自身を動物たちとのコミュニティに属していると捉えている。ペット飼育者の多くはフラストレーションの解消を目的に話を聞いてくれる相手として人間と同じようにペットに話しかける。米国ペンシルバニア大学の調査ではペット飼育者の98%は動物に 話しかけた経験があり、そのうちの80%はペットに対して人間と同様に話しかけていたという。抑うつや引きこもり、精神の強制に及ぼすペットの癒しの効果は精神分析やソーシャルワーカーに着目され、老人ホームや刑務所でペットが効果を上げた例もある。ペットの犬が飼い主に運動を促すように、 ペットとの交流は延命の一因となり得る。人間とペットが交流している時間中、双方の血圧と心拍数が低下するという実験結果がある。水槽の魚を眺めているだけでも医学的に有意な血圧低下が見られるという実験結果もある。ペットの扱いには国ごとに差異がある。ガス室を用いた殺処分は日本では禁止されないが、 アメリカの一部の州では禁止される。アメリカ合衆国アメリカ合衆国では、アニマルシェルターにいる動物の中で、毎年約153万頭が殺処分される。なお、あるアニマルシェルターでは95%以上の動物が殺処分された事例がある。また、殺処分方法の規制は州によって異なる。ガス室を用いた犬猫の殺処分は、23州で、 禁止されている。日本日本では保健所がの良犬ぬ、迷い犬を捕獲、収容したり、飼い主から直接持ち込まれた動物を収容したりする。収容された動物は数日の保管期間を置いて殺処分される。殺処分数は過去には毎年数十万頭に及ぶこともあったが、平成27年度以降は毎年十万頭以下に減少している。 保健所は、殺処分を減らすために飼い主を探す努力もしている。例えば、当該犬を収容している旨を工事して、飼い主を探す、上都会等で飼い主を募集する、上渡希望者に気に入った個体を引き渡すなどが行われる。実際に、熊本市動物愛護センターでは、2002年度の段階では56.38%であった処分率を、 2008年度には12.86%にまで引き下げることに成功した。こうした成功事例が知られるようになり、熊本のようにやる気になりさえすれば、ペットの命が救えるのになぜ他の自治体では同様のことをやろうともせず、問題を放置するのかという声が出るようになった。環境省は2009年度より犬や猫の殺処分の半減を目標に、 新しい飼い主探しを促進するための施設を都道府県年間約10カ所整備する計画をまた2017年までに90カ所整備する計画を立てそれに着手した9年間で殺処分の数の半減を目指すという新しい飼い主探しを促進するための施設整備などを行うというまたペットの不妊手術の推進や マイクロチップ装着なども推進するという。珍しい種類や人気がある種類の犬、猫では、ブリーダーが、近親交配による繁殖を行うことがある。それらの中には、近親交配によって発生した、奇形や遺伝的な異常を持つ個体が販売され、飼い主とペットショップの間で品質面の問題が、軽装されるなどの現象も起こっており、これを売れる向きもある。 しかしながら、近親交配は、品種改良や、品種のスタンダード維持の重要な手段でもあり、一律禁止は、大きな弊害を伴うとされる。珍しい動物を飼いたいという需要を満たすために、動物が違法に捕獲され売買されることもある。野生のオランウータンは、ワシントン条約で小取引が禁じられているが、これすら密漁された事例がある。また、 動物園などから珍しい動物が盗まれる事件も発生している。日本では2003年に動植物園からレッサーパンダと綿棒したマリンが盗まれる事件が起きた。盗んだはいいが買い方がわからず死なせてしまうといった事件も起きている。周囲の人々に対する配慮香港の飲食店にいて日本のショッピングセンターにて日本の団地にてペットの飼い主は 周囲の人々への配慮も求められる。路上や公園に放置されたペットの糞尿は人を不快にさせる。糞尿の始末は飼い主の責任である。また、ペットが苦手な人もいる。特に動物アレルギーの人にとっては健康にも関わる。したがって、ペット禁止との表示がある場所にペットを持ち込まないということは守るべき当然のマナーとされる。 あるいは、特に表示がなくても、不特定多数の人々が出入りする場所では、刑事などに入れ、ペットを管理下に置くことは、マナーとされる。また、刑事などに入れた状態で、鉄道等の公共交通機関に持ち込む際には、手回りしなぎれふが必要となる場合がある。ペットが人に被害を与えた場合、刑事、民事の責任を問われることがある。刑事上では、 ペットをけしかけるなどして他人に危害を与えた場合は、軽犯罪法や傷害罪で罰せられる。民事上では、ペットの管理者は、ペットが他人に加えた損害を賠償する責任を負う。また、人に危害を加える、恐れのある動物を逃がすことも、同様の責任が生じる。ペットによる。 健康被害病原体ペットとして供される動物が病原体を媒介することがある。動物由来感染症、または人獣共通感染症と呼ばれる伝染病や寄生虫による被害は飼い主自身のみならず周囲の人々に及ぶ場合もあり、致死率の高い感染症も存在する。日本では気候や飼育下にある動物への衛生対策などにより、 動物由来感染症の罹患は多くはない。致死率の高い感染症として狂犬病がある。月種類は通常狂犬病に罹患した捕食動物に噛まれた際に死亡してしまうため極めて稀な事例ではあるが南米ボリビアでは2003年にペルー産のペット用ハムスターが狂犬病を発症した。日本では飼い犬に 1> 年一回の狂犬病予防注射を受けさせることが法律で義務化されている。交渉等ペットが噛みつくなどして人に危害を加えることがある。日本では犬による交渉事故は減少しているが毎年約4000件発生している。野犬が少ない日本ではほとんどが飼い犬による被害になっている。 屋外に犬を連れて行くときは、犬による危害を防ぐためにリードをつけることが求められる。日本では、飼育責任者の指示を受けた、活動中の死役権などの一部の例外を除き、屋外における犬の放し飼いは、条例で禁止される。ペットが逃げ出し、人へ重大な危害を加えるなど緊急性がある場合は、警察官に射殺されることがある。隔離命令。 保健所への届けで、狂犬病の検診証明書提出など、行政処分が下されることもある。アメリカでは、老人が、ピットブル4頭に噛まれて死亡し、飼い主が殺人罪で起訴された事件がある。野生化ペットが野に放たれ、外来種が生み出されるという問題も、世界中で発生している。例えば、日本では、アライグマが野生化し、農作物を食い荒らす。 住宅の天井裏に住みつき糞尿をするなどの被害が発生している。アライグマがペットとして人気となったのは1977年に放映されたアライグマラスカルというテレビ番組の影響であるとされる。しかしアライグマの成獣は気象が荒く飼育は難しい。世話に手を焼く飼い主が捨てたことで野生のアライグマが全国に急速に増加した。 そのような実情を経て、日本ではアライグマは飼育禁止になっており、野生の個体を捕獲、保護した場合にも飼育は不可能である。野生化したペットは狩猟対象となることがある。ドイツでは、同国の狩猟法において、野生の犬猫の駆除は、野生生物の保護を名目に合法化されている。年間40万匹の野猫、4から6万頭の野犬が、 民間のハンターによって、狩猟の対象とされているが、野生化した動物も単に古外を歩き回るペットも、見分けがつかないことにも絡んで、狩猟区域に入り込んだペットが捕獲されたり罠にかかったりするトラブルも報じられている。日本でも、鳥獣保護法により野生化したの犬、の猫は、狩猟対象である。しかし、それらは、非狩猟鳥獣の野良犬。 野良猫との判別が困難なため、それらを主要な狩猟対象として活動する者は、ほとんどいないとされる。ペットの健康のために、金銭や労力等を費やしながら、畜産や動物実験を許容するのは、道理に反する、不誠実な振る舞いといった批判がある。猫は、肉食動物とされ、菜食仕様のキャットフードでも、 タウリンなどが補充されタンパク質を多く含むものなら大丈夫であるという指摘もある。一部の国と地域では行政の免許がないと犬をペットとして迎え入れられないことがある。こうした免許はドッグライセンスと呼ばれる。ありがとうございます。